誰か来たみたいだ。あ、コスケお兄様私コスケお兄様になっちゃった兄上様誰だろうこんな朝早くに。兄上様、コスケ兄、コスケ兄上様、コスケ兄上様、語呂悪い。あれ？あ、はや、兄貴。やだ、家バレしてる。なんだ、じゃないわよ。せっかくいいもの持ってきてあげたのに。庭が広いよ。今日は2月14日。ちょっと推しじゃないから飛ばしていいですか？時間も。まあまあね、多少はこうテンポも、テンポも考えていきましょう。この後はマリエにフューチャー。お、かわいいよ、リンリン。お小遣いをあげるよがいい。リンリン、お小遣いをあげるよ。やったお前は。え、いくらあげんの？コスケ兄上様は。ざっとこんなもんだよ。1万円ぐらいじゃん。え？兄、自分で言ったじゃない。お小遣いをあげるよ。ダメダメ、言い訳はみっともないよ。そうだ、なんか箱開けるのにお小遣いあげるよって言わなきゃ開かないとか抜かしてたな、こいつ。でも小助兄上様は1万円あげたんか。いいこんな家住んでんだからね、ちょっと5000円ぐらい欲しいよねお、かわいい妹にいつも援助をくれる兄貴へ。辛いな、援助って言われてるな。援助って私のキーワードとして素敵な兄貴は言われてるもんな。いつも通りの惜しみない援助を私にくれたことでしょう。感謝感謝。ほんじゃチョコ味わってね。やっぱ援助だったか。うん、それぐらいの価値のあるチョコっていうことで。お、現れたな。チョコが来た。チェキー、チョコ、チョコ、チョコ、よこせ、チェキー、チョコよこす、チェキー。兄ちゃん、グッモーニー。でも推し四つ葉にした方がよかったんじゃないキャラ濃いんだもん。コスケ兄ちゃんになるんだよね、きっと。じゃあね。さて、四つ葉は何のために兄ちゃんのところに来たのでしょうか。チョコチェキへへん、いくら兄ちゃまでもこれはわかるはずないです。四つ葉の価値は間違いなしね。お前も援助か。このポーズいいね、なんか、ね、かわいい、ね、セクシーポーズ。そうそうそう、なかなか普段やんないからね、こういうの。でも、この次はきっと兄ちゃまをギャフンと言わせて。コスケ兄上様にはのリベンジよ。こいつがチョコを持ってるように見えるのか。そんな感じでやるな。兄ちゃまごめん、チョコ渡すの忘れてたです。よこすチェキ。でもなんかチェキ映ってるじゃん。ちゃんとでもみんな手紙書いてきてくれるんだね。まあ LINE ないからね。兄ちゃま、チェキよ。やつば。嘘。何これ。いや好きよってことかもしれないじゃん。中身なさすぎ。いや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 、好きよって書いてたでしょ。これだけって。え、素晴らしいな。チキヨってこと？チキヨ、チキヨ、チキヨ、そういうことじゃないの？チキチキヨってこと？大大チキってことかな？大チキヨ、大チキヨ、そんなそんな、そう思うとまあまあまあ。学校おしゃれだな。学校か。こんなもんの学校。宮殿じゃん学校。通いたかったな。いや迷子になっちゃうかも。ちょっとさ、校舎までが遠いよね。確かに、なんであの背中とかは泣いてんだろう。なんかちょっかい出されちゃうじゃん。え、でも空いてるやつあったよ。え、本当に？隣にあるあるある。なかった。あるはず、あるはず、あるよね。お、え、白雪。同じ学び屋？あ、違うのか。とうとう来ちゃったんですの。兄様の教室ですの。兄様いくつだっけ？兄様いつも私わからないの。中学生？高
構細い。年齢あったっけ兄さん。なんかぼやーんとしてる感じが。背中疲れないらしいよって。あ、そうだったんだ。穴開いてると？あ、じゃあそういいやつなんだ。でも大体バリバリ外れてない？チェキ、チェックイットの略だって。チェキ、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 チェキ。なるほど。チェックしてねってこと？注目してってこと？私のことをもっと見てってこと？ああ。要約すると、オレオレっていうこと。今日のテーマはね、初恋はレモンのお味。ですから、姫特製恋のうろこチップチョコレモン風味を作って。ちょっともうよくわかんねえな。料理下手な子かな。とってもとっても美味しいんですのよ。でもキャラさんでね、毎日作って腕を磨いてるって。姫はすごくすごく兄様。あ、キャラソンね。キャラソンやっぱね、こう結構覚えてるなるよ。だってヒロちゃんはかなり入ってるでしょ、あの曲は。あの12人のソロ曲が好きすぎて、ね、うん、松崎さんも大好きだから。あ、そうなんだ。そうなんだ。2人でカラオケ行くとカレンの曲とか。あ、歌うの？歌って2人でキャッキャしてる。へえ。昔のキャラソンとかばっかり入れて歌遊んでる。うん、私ひろみちゃんとカラオケって行ったことあったっけ？行ったことない。ないよね。あんまり人とカラオケ行ったことない。俺はでも前行ったよ。れいちゃんとも行ったし。そうなんだ。あの、そう、いや行ったじゃん。ひろちゃんとれいちゃんと、あともう一人俺のもう今いないけど同期と4人で行ったよ。行った行った。記憶にちょっとポクポクポクみたいな。なんで行ったの？なんで行ったの？なんで行ったの？普通になんかカラオケ行こうって事務所で会った帰りかなんかに行った。れいちゃんも？れいちゃんもれいちゃんも。そんなレアメンバー？うん。楽しそう。いたんやろ？いたんやろ？行ってるからね。うん。市木さんとはよく行くんだよね。へえ。あ、そうなの？今でも行く？今でも市木さんと、うん、あのケンパロの高橋健二君と3人でよく。へえ。最近行ってないけどよく行ってた。ケンちゃんもね、あのギャルゲー大好きだから、あ、そうなの？よくケンちゃんとそういう話して。じゃあギャルゲーの歌とか歌うんだ。歌う。一木さんはね、嵐とか歌って。え、なんで？あんまり曲知らないけど。嵐、昔の嵐の曲とか。ああ。You are my soul soul？ いや、あの嵐は歌ってなかったけど。マリエちゃんは結構歌う？ギャルゲーの歌とか。私、ポケ自体そんなにいかないけど、でも歌うとしたら、うん、ギャルゲーとかこういう作品の歌を歌ってる。ときめも2とか。私もときめも2のキャラさん大好き。あ、そうか、ときめも2もプレイしてるんだ。そうそう、なるほどなるほど。なんかシスプリだと私それこそゲーム版のエンディングが好きで、シャイニスターだよね。入ってる？入ってる。そう。でもやっぱそれはあのこう知ってる中というか、そうギャルゲーやってる人だったら歌いやすいよねってことだよね。好きです。だから基本的には一人で行く。ああ、で歌いたいものを歌うみたいなね。その辺難しいよね。まあ気にしなければね全然歌っちゃえるけど、やっぱ知らないとね。そう、れいちゃんとは黙々と自分の歌いたい歌いを勝手に入れれるから、知らなくても気にしない。かわいいな。いやー、カンホだったらもう何間違ってもいいよ。全部許す。カンホと帰ろう。あ、はい、なこーかわいいな。なこちゃんどうしたんでちか。お洋服いっぱいあってかわいい。みんなダメなんだよ。一口だけくれよ。やだよ、食べかけのやつ渡されるのやだもん。なんでよ、一口だけって。普通ダメでしょ。やだよ、そのよだれでゼロゼロのチョコ渡されたくないんだが。ひなちゃんモテちゃうよ、クラスにいたら。たかしくんって便利だよね、名前が。うん、だいたいたかしくんじゃない？たかしくんな気がする。ね、バレンタインって大好きな男の子に。たかしくん振られた。イエーイ、たかし、イエーイ。
でも俺たちはマリエを選んじゃったな。そう。あれマリエまだもらってないよね。マリエメールもくれなかったからね。バレンタインの存在知らないけど。いや多分倒れてる、倒れてる。そうか、じゃあすぐ助けに行かないと。早く。それ。あの病院で、あ、大丈夫大丈夫。多分あの主治医いるから。主治医？メールをくれなかったんだよ。これも食べたいのに。バレンタインでどこじゃなかったのか。お母さんに買ってもらいなさいチョコレートくらい。出ていく。お待たせ。あ、元気だ、元気だ、元気だ。お兄様、お兄様、パイオーちゃん、かわいい。お兄様、お兄様、これこれこれ。みんなやってる、みんなやってる。みんながやると終わっただよ。ちょっと意味が変わってきちゃうからね。イチャしてるぜ。あーかわいい。ひなちゃんだったら食べてもいいよ。どんな味かな、食べたい。自分で買ったけどね、あげようと思ったけどね、食べたいもんね。お兄さま、ほんと、わーい、お兄さまと一緒、わーい、チョコ、わデレデレするんじゃないよ。デレデレしちゃうでしょこんなの。やっぱよだれ出ちゃうよこのゲーム。いやーなんかほら赤ちゃんと遊んであげると翌日すごい元気になるような気持ちになるよね。そう、あーって、いやー元気になる、疲れが取れる。しなこ産むしかないよ。かくなる上は甘いね。甘い？甘い。ダメか。うん、あ、違う違う、甘いってそうだね。あ、じゃなくて、あ、できちゃう。そんな思考ではダメだ。違う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 。あ、自由行動。もう空気が甘いなってね。優しい世界だ。あ、守るいるよ。うん、そう、行っちゃいそうになったけど、でもいないんだよね、マリエが。いない。マリエほら、あの寝てるから。あ、そうだそうだそうだ。なんで行かないの？病院ないの？病院。なんか病院ないよ。家で休んでじゃない？守るに会いに行く。マリエ！みんな大好き。わーい。ちょっと虫飛んでる、うち。うん、飛んできた。そう、小玉菌寄ってきてるんじゃない？腐ってんのみかん。ちょっとそろそろみかん変えた方がいいよ。せっかく無事夏を越えたと思ったら、なんか青いみかんに変えてさ、熟すまで置いてこいよ。こういうこと？そう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 。それだったらあのしばらく置いといても大丈夫。うん、あー、かわいい。まるーチョコくれー。で、マモルもメールくれなかったからね。あ、そうだね。そうなんだよね。偶然偶然。兄、あれ？ほら、ダメだよ。チョコの気配がない。ないない。メールくれた子しかないよ、きっと。なん、どこを間違えた？僕にとっては。何あれ、ランダム？何もしてないもんね。なんだろうね。はい、これ。あ、来るの？さりげなさすぎるな。騙されちゃったぞ。おっぱい隠してる。ごめん、見ちゃった胸元。ごめん。あ、いや。あ、かわいい。なんかいつもこの守る見るとスキー行ってそうな感じするんだな。あ、なんか行く行く行く。バンダナみたいなやつだね。なんかこう、イヤーマフしてる感じのバンダナ。確かに。まあ、2月だから、2月だから。あ、そうかそうか、2月だもんね。そうそうそう。だってあの、カレンダフルコート着てるけど、すごい薄着だから。うん。体温高いんだね。走ってるからね。元気。大きなハートチョコ。あれ、カードもついてるね。僕、兄は大好きだよ。ヒュー。すげえさまよってんな、お兄ちゃん。だってほら、みんなからチョコもらいたいからね。カレンとこ行ってあげよう。あんなにいっぱいハートつけてたから。確かに。かわいそうだもんね。商店街めっちゃおしゃれだよね。おしゃれすぎ。フランスパンも買いそう。わかる。あの、買ったもの紙袋に入ってそう。はい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 。フランスパン子供の飛び出てたね。オレンジが転がるやつ。絶対あれフランスパンとオレンジ買ってるからね、みんなね。絶対フランスパンとオレンジだからみんな。あ、でもわかった。この街ちょっとあのジョジョ4部の森尾町に似てるわ。いや、わかんないねえ、そんなおしゃれなのジョジョの世界観。そうだよ。そうなんだ。
今ディレクターさんが分かる分かるってすごい言ってくれたけど、これ森尾町だよ。違うよ。これだってほらちょいちょいみんななんかジョジョ立ちしてるじゃん。さっきのさ、してないこれ。そう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 。森尾町だわこれ。まあそうかもしれないけど、うん、カレンだけちゃんとチョコの準備があるんだね。本当だ。大丈夫放送中。チョコじゃなくてもこのポーなんかあれなんじゃない？なんかくれいつもなんかくれんじゃない？ああ。あのね、カレンチョコ作るの初めてで、手作りやで。あんまり上手じゃないかもしれないんだけど、お兄ちゃんのこと考えながら。心を込めて作ったの。あ、そうか、カードキャプターさくらもこんな感じだったっけ。確かに、うん、なんかね、DN エンジェルもね、アニメになったら途端こんな世界観だった。そうなん、ちょっと変わるんだ。イギリスとかヨーロッパ感あるね。そう、確かに。なんか突然なんかこう、ロープウェイみたいなのでなんか移動できる仕組みになってた。みんなに大好きって言われるけど何も返してないんだよな。大好きって来月来月ホワイトデーで俺もだよとは言わないんだよ。これ全員とこ行けんの？もしや全員行くってことかな。食べよ食べよ。兄君様。兄君です。はい、はるかだったよね。だったよねって。妹なのに初対面だからな。昨日メール読んでたのに。ここで兄君様をお待ちしておりましたの。ここで。まあどうしてお分かりなんですの。兄君様、四つ葉ちゃんからバレンタインのなん。あ、でもはるかも結構可愛いね。はるか、はるかの立ち絵めっちゃ可愛い、ね。いやなんか、はるかが一番立ち絵のクオリティ高い気がする。なんか、うん、いいね、はるか。お慕いしていますわ。改めてこう、見るとそうだ、ポってよく言うよね、かわいい。これじゃあもう二人とも見る感じだね、きっと。って言われる。あの、え、誰誰めっちゃ、あ、メイドさんビビった。そんな声で来るのと。ああ、よかった。やはり兄上様でしたか。兄上様です。ご挨拶が遅れました。アリア様のお世話をさせていただいているものです。私の世話もしてくれい。兄です。本日はアリア様からお預かりしたバレンタインチョコをお届けに参りました。今向こうに止めた車の中にご本人受け取っていただけますね。ではないのかい。アリアはどこ。ああよかった。受け取れないなんて言われたら。それでは。え、マジで、マジで言ってる。恥ずかしいのかな。あ、ニーヤへ。ニーヤにショコラをあげるの。あの大きな大きなを見てるとなんか文字がちょっとよく分からなくなってる。ゲシュタルト崩壊した。なんかあの化け文字みたいに見えてくる、うん、なんかあがいっぱいあるみたいな。そう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 。ショコラ好き。ショコラ好きだよ。アリアはショコラ好き。そうなの。そうなの。いや、アリアのあげたショコラ食べるの。食べるよ。食べにずらくっそ食べづらい この手紙。手紙で泣かれたんですけど。ちゃんと書いてるからね、ほらくすんくすんってね。強調してくる。ショコラ食べたい。え、これで終わり。すごい食べづらい。倍ぐらいのチョコを返せばいいんじゃない。ニーヤのショコラを作ればいいのかな。ニーヤのチョコラ、ショコラ、ショコラ、ニーヤのショコラを作るの。手紙で泣かれた。いやでもね、あのマイネリビっていうゲームでも主人公の女の子が手紙出せるんだけど、手紙に涙の跡とかつけられるの、演出で。そう、マイネリビってさ、でもマイネリビアドバンス、アドバンスだったよね。そうアドバンスだったからやれなかったんだよね。そう、演出ができんのよ。涙の跡つける。なんでやってんのマイネリベ。いや、やるよマイネリベ。 え、ガールズサイドもやるし、何でもやる
な。やるやる。節操ないな。節操ないよ。私もないかな。うん、悪敷きだから。まずやってね。どういうものか知ってから、アドバンスの後なんか、で出たよね、マイネリ。出てるよ、プレステ2でも出てるね。出た出た、うん、指なるやつ。結局やんなかったけど、懐かしいな。そう、手紙だけ、マイネリーベ攻略が難しかったのね、うん、乙女ゲーなんだけど。でも、うん、手紙の彼は手紙を外さなかったら絶対越せるっていう。そうなのよ、隠しキャラでね。そう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 、別の推しキャラを攻略できなくても、うん、手紙は保険があるからクリアできるって頑張った。そう、みかんはね、ルードヴィヒ推しだったけどね。ルードヴィヒさん、うん、ありました、ね、キャラだけ知ってるな。そう、水も冷たそうだし、石を積んでる。いやすげえ薄着で華奢だなー。ねー、細っ。いやあ、兄くんか。兄くん、サイの河原ではこの石積みを永遠に繰り返すんだよ。いや、なんでそんな、なんかサイの河原にしてんの、近所の川を。今来て崩す、また積めば、また崩す、その繰り返しさ。あれなんだっけ、親より先に死んだ子が行くんだっけ。そうだよ、サイの河原でこの石を積むんだけどさ、ね、その鬼が崩されんだよ、ね、そう、崩す、崩すの。落ちてみるか。また積む。地獄に延々と。スターライトの星積みみたい。いやでもほら、子供もさ、別に死にたくて死んだわけじゃないのに、ひどい仕打ちだよね。そうそうそう。ところで兄くん、今日はバレンタインだね。お、くれよ、くれ。私もくれてき。毒世間の流。ああ。早速食べてもいいよ。いやでも地陰の人気もやっぱ根強いっていうか、今でもこう地陰好きっていう人いるからね、うん、この、うん、なんだろう、一番好きみたいな。なんで突然地陰だけ選択肢出てくるんだ。でもすぐ食べてうんたらって言ってたから、やっぱここは今いただくのが礼儀だよね。そうだね。え、あ、びっくりした。あ、もう食べた。そうかい、兄くんもその味が分かるようになったんだね。何入ってたの。そのチョコは非常に強い常習性を持ったものだ。怖っ、また旅みたいなやつ。それなしで生きられなくならないように。怖っ、気をつけた。大丈夫、この妹は。チョコレート自体嗜好性が高いのに。そうか、ハッピーパウダーか。ちょ、甘じょっぱい無限のループ。なるほどね。幸せの粉はね、しょうがない。美味しい、うん、ハッピーハッピー。うわ、こんなにある。推しからもらえなかったけど悲しいな。おかえりなさい、お兄様。出た、昨夜もう家に不法侵入です。おかしい。だけど帰ってくるの遅い。鍵開けてるんじゃない、このお家。え、開けっぱなし。だから妹たちがいつでも来られるように。え、どいなかってこと。そう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 。まあいいわ、そんなことよりこれ。もうなんか本妻感がすごいよね。いや、昨夜はそうよ、いつもぐいぐい来るな。これを食べたらお兄様はずっと私から離れられなくなっちゃうよ。だって恋人気取りでほらって言ってたもん、ネタで。覚悟してね。今か、今日本エレキテル連合じゃないの今の。ダメよ、ダメダメ。そうでしょ、エレキテル連合だよ。先取りしてた、先取りじゃん。え、ここから取ったんじゃない。すごいな、昨夜。さすがなんかあの最先端行ってる感じするもんね。ねえ、いやちょっとお兄ちゃんも押され気味だもんね。わすごい、小玉木はこういうのに振り回されたいはず。わすごい、なんでわかった、なんでわかった。意外とこういうのにデレデレしちゃう。意外とね、そうそうそう、うん、おやっぱ推しは最後に来るんじゃないの。
ほら来た。あ、来た来た。最後に来るんだよ、推しは。もう。マリエ、なんでここに。病院にいるはずじゃ。やっぱり病院にいるんだよ。やっぱり。やっぱ病院にいたんだ。落ちてないんだよ。大丈夫。病院からタクシーで。こんな時間に抜けられないでしょ。こんな子供一人で、子供一人でタクシーやって。タクシーでね。まあ、ワンメーター安くなったからね。なんでそんなことまでしてここに。だって今日は。メールで病院来てねって言えば飛んでいくのに。そうだよ。女の子にとっては今日は大事な日。いや、いじらしいよ、ほら。私、アニメ様に怒られちゃうよ。愛を込めて病院でチョコ作れんの？すごい。ダメじゃない？すごい。なんか病院ですごい許されてる。チョコ作る？なんかもう特別室なんじゃない？もう家みたいになってんじゃないの？あ、でも火使わなかったらいいのか。電気ケトルとかでウィーンってして湯煎で。いや、結構お湯だけじゃん。結構何回も温めないと。個室で。だからこんな遅くなったんじゃない？はい、ありがとうございます。え、どうした？吐きそう？あ、お熱上がってきちゃったの？やばいやばい。帰った方がいいじゃん。病院に。お、帰れよ。帰れよ。一緒に帰ろうよ、病院に。タクシー呼んで一緒に。そうだ、一緒に。一緒に。一緒に帰ろう。ここは一つ。お兄さん送っていかないと。そうだよ。だよ、もう帰ろう。ね、今タクシー呼んであるから。うん。ね。いや、デモじゃとかだってじゃないから言うこと聞いておくれ。口調おかしくなってんじゃん、お兄ちゃん。言うこと聞いておくれ。わかりました。意外とこういう、こいつが一番振り回してくんじゃないの。あ、リアルな感じだね。だってリアルにやばいからね。家はいけない子ですね、うん、本当だよ、お仕置きだな。え、あれ、そのなんかちょっとやらしい感じに。あれ、お仕置きだぞ。やらしい感じになっちゃうよ、それ。病院でお仕置きだ。病院でお仕置き？もうそれ終わった後だから。さらにやらしいじゃん、それなんか。帰ってきた、帰ってきたから。全年齢版だから帰ってきたから。誰だ、メールは。あ、あ。2月14日。ん？今日、兄上様にチョコレートを渡しちゃった。日記じゃん。あ、日記だった。マリエの日記。本当だ。メールじゃなかった。え、でも、ん？って言って、さっき言ってなかった。日記読んでるってこと、これ。タクシーの中で私。間違えて送っちゃった？すごいドキドキしてた。あ、そういうことか。そんなことある？え、これはブログかなんかのメールで送ろうと思ったら。あ、よくあるやつね。あ、うん、あ、お兄ちゃんのアドレスに送っちゃったみたいな。兄上様、一時期それすごいあったよね。すごい。メールでね、ブログ更新できるから、ついね。やだ、私ったらなんてはしたないの。兄上様の会見ももちろんかっこいいけど、それ以上にまずマリエの好みのタイプを聞いとかないと。まあ、確かにそう。マリエの中でのかっこよさと、確かに。なんかこう好きな時って盲目になりそうだもんね、マリエとか。あれ、ミカエル？十分わかってるはずなのに。あ、犬？ミカエル。あ、犬か。まあまあ。今日の私。マリエにしか見えてない天使だと思ってた。でもそう、確かにそう思うと名前の付け方ちょっとさ不穏だよね。そこまでお迎え来てるからやめろよ。ちょっと変な関連付けしないで。ミカエルという名の本当に本当に天使なのかい、そいつは。ミカエルはそうだよ。四天使じゃないか。あんなところで咳が出るなんて。我慢するなよ。怖いわ。ぐらい怖いよ。一歩間違ったらメンヘラっぽいよ。他の子は兄上様にどんなチョコをプレゼントしたんでしょう。なんかそういう横のつながりはあんまりないのかな。きっと、うん、いや、でも病院だからじゃない。チョコを凝らしたものだったに違いない。メールとかさ、するしてくれる。わざわざこんなのあげたって。なんかどうするどうするみたいな。あ、そうだ、かぶんないようにしようみたいな。妹掲示板とかあるかどうかちょっと怪しい。妹掲示板 BBS。 あ、いい、懐かしい。BBS いいね、それ。なんか妹 BBS めっちゃ生きて入り浸りて粘着して。やめろ、お兄さん。閲覧だけにしてよ。入ってこないで。
でも今日の人数がなんかおかしいっていうでしょ。今日の訪問者やたら多くない？あれ12、3、え、鍵じゃないの？11人いる。いや12人いる。12人以上いるから。もしこのままの私でしたら、これ萩尾元さんのね、11人いるっていうね、作品がありましたね。いずれ兄上様に嫌われてしまうのかしら。大丈夫だよ、大丈夫。病気がちの妹なんて嫌いだよ。いや、クソ野郎じゃん、そんなの。ねえ、ひどい。病気がちの妹なんて嫌いだよって突然言うんでしょ。怖いわ。怖い。なんか、いつも優しい兄上、そう思われてるのかな、そういう。いや、ほら、いつも優しいお兄様って言ってる。もう二重人格だよ、その場合。でも、いつまでもこうではいけないの。日記長いな。大丈夫、司法書士勉強しよう。司法書士かな、兄上様、どれがいいかな。お役に立てるような妹になりたい。大丈夫、あの、お家のことやってくれれば。手続き的ないけないんですよね。法律の勉強しよう。あ、またミカエル。ほら、迎えに来ちゃった。ほら、迎えるって言ってるじゃん、ほら。そんな日を迎えることが。ミカエルが迎えに来ちゃう。あの、すぐそばにいるんだよ、ほら。これあ、スタンドかもしれないね、スタンド。あ、いるんだ、うん、ジョジョの世界から。スタンドかもしれない。間違ってメールに添付しちゃったんじゃないかな。確かパソコンで日記書いてるって言ってたじゃん、もう。これ完全に確信犯かも。え、これ公開してんのかな。パソコンで、パソコンで日記つけてて、パソコンで送るってことは公開、公開してんじゃん。公開？匿名で。あ、メールを。まあ、チェキチェキ。あれ、来てない。誰からも来てない。そう。マジ？いや、ほら、みんな今日はたっぷり愛を注いでくれたから。毎日メールするんじゃないの？え、毎日誰からも来てない。お休みのメールとかしないの？こんなにみんな大好きって言ってたのに。その程度なんだ。いや、今お風呂入ってんだよ、きっと。その程度なんですね。やっぱお休みも言えないぐらいな距離感。あの、チョコ渡すのにエネルギー使いすぎてみんなもう今日寝ちゃったんだよ。なるほどな、うん、まあしょうがない。そう思う？しょうがないな。夜更かししたから今日は早く寝る。そう、明日朝起きたら来てるよ、メール。寝よ、うん。みかんいつの間にか完熟になってる。そう戻った。戻っちゃった。早い、うん、生まれ変わった。あ、みんなめっちゃ突撃してくるな。誰だろう。え、守る！兄ったらまだ寝てたの？なんかエロい格好してんな。ユニバーシティって書いてある。ユニバーシティ。ブルマ、ブルマ、バツ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 ボタン、バツボタン、バツボタン。おお、あれバツスキップなの？いや違う。あれ、めっちゃ飛んじゃう。あ、三角三角。三角か。あ、違う、この絵じゃない。もうちょっとこの絵じゃない。上がってた時、上がってるやつ。ユニバー。あ、見せてくれなくなっちゃった。隠しちゃった。あ、ケツもよし。よしよし。いいね、この、これいいね、この絵ね。いいね、かわいい。躍動感もあるしね。かわいい。確かに。ケツよーし。俺もちょっとよく何言ってるのか。めっちゃじわるんですけど。なんかこう、チェック項目みたいな。ケツチェキチェキチェキ毎日か。え、ここで解散？あ、さっきの途中見れなかった。見れなかった。いや、俺さ、ここで解散っていつも思うんだけど、あのトレンディドラマ見てて、うん、え、なんでここでじゃあねとか言って別れる場所がなんかすごい変な場所で別れない、あれドラマ、テレビドラマ、え、なんでここで別れるみたいな、ここ別れ道あるみたいなさ。そういうのない？いや、こっから帰り道一緒じゃんみたいなね。そうそう。俺駅まで行こうよって。俺ドラマ見てていつも思うんだよね、それ。じゃあここで、いや、ここでかなみたいな。いやー、もう滝目も毎回現地解散だから。現地集合、現地解散だから。そうおはようございます。そう、歩道橋で別れるの大体。確かに、確かに。そうなのよ、歩道橋別れないよね。そう、なんで歩道橋登る前に別れるよ。実際にそんなシーン今まで生きててなかったからさ。いや、あんまないよね、うん。後にしてくれないかな。
なんか急に下の2つが釣れなくなるね。カレンのお願いは聞けないな。うん、もちろんいいよ。よかった。ありがとう、兄ちゃん。みんな優しいから今どのルートか分かんなくない？いや、ほんと。ちょっとは恥ずかしいんだけど。でもさ、家まで来られてさ、ちょっとって言えないよね。うん。まあ、よっぽど予定があったらあれだけど。一緒に帰ってくれたらいいなって。わざわざ家に来てまでこれ言いに来たの？勇気出してきたのかな？これ断れないでしょ。うん。あの、こんなこと、うおー、いちいち言うのじゃないかもしれないけど。カレン、どうしてもお兄ちゃんと一緒に歩きたいの？一緒に歩こう。お願いします。お兄ちゃん、行きましょう。毎日じゃなくてもいいし、ね、朝守ると走ってそう、朝守ると走って、カレンが来る前に学校に行く支度して、カレン待って、なんか何またかしてるみたいな感じになってきた。そうだよ、やっぱね、何またするのってね、フットワークが軽くないと無理なんだよ。どういうこと？何でそんなしみじみ言ってんの？まあ、いろんなあれかな、ギャルゲーをやってみてってこと？そう、うん、資金力もいるよね。あ、そう、資金力いるね。お金出してあげないとダメだからさ。資金力と、まあ、時間も必要だな。学校休んでバイトするって。じゃなかった、会いたくてしてたの。会いたくてだ。会いたくて学校休んでたっけ？あれ、休めませんでしたっけ？わかんないわかんない。部活やらなかったな。でもね、センチメンタルグラフィティなんてまさに。あ、そうだよ、そうだよ、それだよ。あ、センクラはそうだね。センクラは学校全然行かなかった。これからすぐ行かなくちゃならないし、放課後はピアノのレッスンで。だからお兄ちゃんさえ良ければ明日から。うん、ありがとう。すごい声をかけるね。声かけないパティンだよこれ。いいのかカレン、都合のいい。そうだよ、音で。そうだよ、向こうから言い出すってことはね、向こうは言ってこないからね。丸め込んだ気持ちになる。本当だよ。だって都合が良かったら連絡するねって言って、うん、お兄ちゃん連絡くれないって言ったら、都合が良かったら連絡するって言ったろって言われて終わるじゃん。いや、そのだって言い方絶対しないパターンだからね、現実でもね。いや、でしょでしょ、うん、あら、悪いお兄ちゃんやな。機会があればとかね。ね、そう、機会があれば。絶対機会ないから、うん、永久に来ない機会。あ、おはよう、お兄様。みんなめっちゃ家来るよ。朝、すごい悠長。行こう行こう。この子は同じ学校だもんな。そうだよ。いいね、この次から次へと来る感じね。そうそうそう、一人ダメだったら次よ。いいね。ひなこぽーさーひなこぽーが現れる。一緒に学校行きたかったから頑張って早起きしたんだよ。でも守はもっと早起きだったぞ。そうだぞ、見習え。お前3人目。うさぎさんの目覚まし時計がリリリリって鳴る前に起きたの。すごいでしょ。すごいね。すごいよ。これからね、ママの作ってくれたご飯を食べて、あれ、これ本当はゴヒゴヒだからね。ゴヒゴヒ。いや、これはゴシゴシでいいやろ。これはゴシゴシでいいやろ。ゴヒゴヒだから。別に江戸っ子じゃないから。歩きながら話そう。歩きながら話そうよ。学校に行くとき、毎日お兄様がひなのこと迎えに来てくれるの。これ要求されてますね。すっごく嬉しかった。だからね、お兄様、明日からやばいぞ、これは。これは今汗だくだよ。
今もうすごい、どうしよう、明日からどういう順番で学校行こうってなってるよ。まだ何かまだ何かあるの。結構引き気味なのかな。お手手繋いでくれなきゃ。朝地か、学校に行けないよ。こう、手離してるけど。だからずっとこうしようね。ぴょんぴょん、ぴょんぴょん、すごいよ、ご中佐の前からぴょんぴょんしてる。心ぴょんぴょんしちゃってるよ。先取りしてるね、いろいろ。カエルさんとぴょんぴょんってずっと言ってたわ。ぴょんぴょんしてる。やっぱ時代は先取りしてたんだわ。みんなシスプリマニアだったんだな。あ、そうか、学校と12往復か。一人一人行けばいいんだ。だから朝一人一人学校行って戻ってきて12往復。そう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 、やるな。そっか、とりあえず守は朝走ればいいから、うん、行かなくていいでしょ。それで満足してくれるのかな。走って帰ってきて、うん、次カレン行けるとき連絡して。それ絶対それ連絡しないから。だから一番最後の時間にひなでいいんじゃない。ひなは一番最後に迎えに行ってそのまま。じゃあマリア病院にいるから別に行かなくていい。そうそう、マリアも病院にいるから。そうそうそう、時間つくときに病院行けばいいんです、ね、そうね。でもカホも多分朝練があるから、うん、多分一人で。あ、じゃあチアリーディングの、うん、ちょっと部活覗いてあげればそれで。あ、そう、あ、いいね、いいね、カホーっつってね、ね、そう、風でふわー、すごいルーティーンができてきた。いいね。これ来たんじゃない。来たよ。あー、白雪か。白雪、お弁当の話してたから。じゃーん、兄様、学食の食事ばかりじゃ栄養は取れませんよ。でもこの学校の学食すごそうだよね。何だろう、何だろうね、何が出てくるのか。ミネストローネとかかな、なんかそういうちょっとおしゃれなやつかな。おしゃれなやつは、うん、フランス料理とかもなんかありそうじゃない。フルコース、ビシソワーズ、ビシソワーズ、難しい、みぞれ鍋だよ。みぞれ鍋でも最近流行ったよね。みぞれ鍋とか、やっぱ先取りだよ。すごいな、すごいわ。しかも固形燃料を持ってきてるよ。修学旅行みたいになってるんじゃない。すごいわ。そう、でもそう、俺も思ったんだけど、うん、コメントでもあんだけど、学食の食事が一番栄養取れるやろって。まあでもそうなんだよね。あの、やばそうね。ただ思うのが、あの学食もあの定食はいいんだけど、なんかうどんとかあったじゃん。あ、まあまあまあ、だから毎日うどんとかラーメンだと、ね、ちょっと偏っちゃうかなってなるよね。確かに日替わり定食だけを ね、うん、ね、毎日食べてたなんとか言ってるけど、ね、生姜焼き定食とか食べたい。はい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 。学食はやっぱその家庭的で美味しいよね。で安いしね。学食全然行ったことない。あ、本当に？ あったはあったの。いや、中高はね、寮の人だけだった。あ、へぇ、購買部はあったけど。いや、私も大学しかない。大学はね、学食もそんなに美味しくなかったからね、あんま行ってなかった。それは何、一人で食べてたから美味しくなかったの？いや、一人は全然大丈夫だった。大体ご飯一人で食べてたから。あ、そうか。マリエちゃん、なんかいつも何食べたとか覚えてるのある？学食で。でも日替わりみたいな定食ばっかり食べてた。じゃあちゃんと栄養取れて、栄養取ってて。でも、うどんとかそばとかあるじゃないですか、うん、あるある。あれが、やっぱ東京来ていつも 甘じょっぱいうどんとかを食べてたから、はい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 、醤油とかでしょっぱくて、あ、確かにびっくりしてまずっって言う。関西とね、違うからね。まだ知らない、甘いよね。そう、甘いのうどんとかね。だからあんまり食べない。そこがちょっと違うんだね、うん、味付けが。なるほど、びっくりしたな。あの関西はおにぎりも味付け海苔だもんね。味付け海苔、瓦型のね。そう、そうだよ、そこも違うからね。おばあちゃんよく作ってくれた。北海道、京都だっけ。京都、うん、あ、おばあちゃん京都だった。そう、食べてる。俵型だった。でもうちのママは三角だよ、おにぎり。あ、うーん。で、海苔は味ないやつ。味海苔。あ、味海苔なんだ、うん、あ、じゃあハイブリッドじゃん。ハイブリッド、三角で味海苔。へえ。でもママの手めっちゃ小さくて、うん、おにぎりめっちゃ小さいから可愛かった。ママ萌えじゃん。そう、かわいい。三角めっちゃちっちゃいの、すっげえいろんなとこ行くな。リンリンかな。リンリンだね、内容がね。あ、違う、カホ、カホか。カホちゃん頑張ってるかな。
やってるやってる。でもどう、お兄ちゃんが部活のぞきに来るってすこぶり嫌じゃない？どう、え、どういうこと？俺、覗きに行きたいかってこと？覗きました、覗きに行った。いや、行ったことはないよ。覗かれた？ね、覗かれたことないけど。実の兄弟で行かないでしょ、きっと。うん、だって、あの小学校とかで、うん、3つ下なんだけど、小学校とかでやっぱ会うじゃない、同じ校舎とかで、うん、ちょっとなんか嫌だったもんね、なんかちょっと気恥ずかしいみたいな、うん、そうそうそう、あ、お前の妹じゃんみたいな、バレ、うん、そう、まあ言ってはいるけど、うん、なんかちょっと気恥ずかしかったよね。あれお兄ちゃんなの？あの友達、妹の友達に、うん、いや、そう言われたかな。誰この美人のモブ？龍崎。龍崎。いい女。部長？怒られちゃうカホ。あ、いじめだこんな。エロい格好だ。エロポーズしてんな。ちょ、メッセージウィンドウ。ごめんなさい。ごめんなさい。このポーズでごめんなさい。いいね、龍崎さんも結構短いですか？チアだからね、短いよ。部長かな。でもこのなんかエンジのジャージいいね、欲しいな、うん、かわいい、うん、それじゃあもう一度。え、2月だよね、今2月だよね、2月、うん、寒っ寒っちょっと待って、ね、寒っ、ま、この龍崎って女だけジャージ着てるぞ。龍崎さん以外着るといじめられちゃうかもしれない。めっちゃ怒られるやん。あの左の子はマドラー持ってるからね。あれバトンチのサイズおかしいでしょ。何あれ。え、チアリーマドラーだから。バトンだとしたらやばいよね。練習用なのかな。ほら、人数分足りなくてさ、代用で。何あれ、本当にいいか、目ざとい。いや、いろいろね、目配りしてるから。ゲームを楽しむって意味でね。あなた一人に付き合ってられないわ。お昼の練習はここまで。続きは放課後ね。かほちゃん、お兄ちゃんが練習付き合ってあげようか。どうしよう。個人レッスンだな、帰ったら声かける、うん、これそっとしといてあげる。これは難しいよね。難しい。怒られてたとこ見られちゃったなってなっちゃうか、うん、声かけてきてくれて嬉しいなってなるか。こう、カホが独り立ちできるようにね、うん、見守る優しさってのもあるかもしれないよね。どうなの、このゲームシステムを考えるとこっちのような気もするけど、深読みしてこっち帰る。かけちゃおう。かけちゃう、かけちゃう、うん、じゃあ個人レッスンだな、やっぱ、うんうん、じゃな、うんうん。あ、お兄ちゃんもコロッと元気になった。カホ安心しちゃったのかな。おいしゅうしゅう、かわいい、かわいい。一生懸命やったのだけど、うまくいかないの。うまくいかないよね、うん、そうそう、今練習してたの、うん、えらいね。お兄ちゃんちょっとさ、うん、彼氏みたいなの言ってるそう、あれちょっとずらし始めたぞ話題を。何、来ない方がいいの。うん、違う、カップルやん。でもね、いつも怒られちゃってるから。いいね、見られてると恥ずかしいな。だったらさ、僕がカホの応援してあげるよ。頑張れカホって。キモ。 ありがとうお兄ちゃま。ちゃま様、ちゃまやめろ、それ違う。チアが応援されていいのかな。カホがお兄ちゃまの応援したいのに。こんなことでくじけちゃダメ。お兄ちゃまのために頑張るんだよ。頑張れ。お兄ちゃま、母のこと見捨てないでね。あ、うん。当たり前じゃないか。なんだよそのまま。僕はいつだって母の味方だよ。
はい、かわいい。かわいい。頑張ってね。さあ、ここでお時間が経ってしまいました。やだやだ。マリエルッド。マリエルッドになってない。試合終了でございます。やだやだ、早い。なんならカホのこの続きが気になる。それじゃあね。あ、バイバイ。大丈夫かな、ねえ。今日も終わったな。終わったな。悲しい。なんかただデレデレして終わったな今日。マリエ吐血しただけやんけって書いてある。吐血はしてないよね多分。咳き込んで吐きそうみたいな。いや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 、どうでしたか。あ、みんながお、いいね。お兄たまポーズ覚えた、ね、覚えた。いやでもやってるとちょっと元気になる。元気になる。なんか頑張ろう。お兄たまお兄たま、あ、元気玉。いや、いいね。なんかこう亡霊さんたちの一体感出てる ね、うん、あのポーズをね、ひなちゃんがしてくれるとこうみんなが元気になる、うん、いい子やったな、みんな。いい子やった。やっぱりこうキャラがさ、みんな立ってるじゃない、うん、でその妹たちに感情移入して見てるとすごいあっという間に過ぎちゃうね。あっという間、ね、あとお手紙長いから。そうメールが、ね、そうそうそう、あの気持ちこもってるから。そう、ね、でもこう12人いるけど1個ずつね、1人ずつこう見ていったから、うん、みんな分かるんじゃないかな。初めて見た人とか一応みんな見れたし ね、うん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 。やっぱりどうですか、あの推しの感じは、うんうん、やっぱりかほちゃんとひなちゃんが、うん、なんかちょっとキャラがおかしくなっちゃう。うん、ひなこはなるし、うん、守はちょっとやっぱ来るとね、テンションが。まあまあね、ちょっとゲーム終わって寂しい感じありますけど、まあこの後ゆっくりお話しましょう、後半でね。そうしましょう。はい、ということでここから先はですね、ちょっと骨休みに私の故郷である果物たちの世界、まあ、亡霊さんたちはお金をね、払わないと、援助していただかないと入れないパラダイスにチェキしないと、ね、みんなで行きましょう。大丈夫ですか。行くぞ。はい、それでは決勝。